どうも、ゴールデンボーイジム会長の金子です。今回はですね、多くの人を悩ませている問題、肘や肩、膝などですね、関節の痛み、その治療や予防に役立つ話をしたいと思います。関節というとですね、骨と骨がこうつながっている場所で稼働します、動きますよね。そういう動く場所なだけに、そこの潤滑油の代わりをするものとしてですね、ネバネバした液体で満たされております。これをムコタトール類って言うんですね。このムコタトール類、皆さんの知ってるところではヒアルロン酸やコンドルチン硫酸、グルコサミンなんていうのがね、有名なところで知ってるんじゃないかと思います。じゃあそのグルコサミンやヒアルロン酸、そういうものをこう含んだ食品を取ればいいのかっていうと、まあまあそれも正しいは正しい。ただしですね、それは食べて消化管の中で分解されてもうバラバラに分解されてから初めて吸収されて体の中で再構成されるもんですからね。ちなみにですね、ムコタトール類をたくさん含む食品として有名なところでは、うなぎとかね、フカヒレとかね、あんことかね、そんな高級食材多いでしょ。そんな日常的に食べるっていうのはちょっと現実的な話じゃないですね。だったら仕方ないな、じゃあサプリメントなのかなっていうと、まあいやいや待てその前に、方法があります。もうちょっと一般的なね、食品でも取る方法があります。どうすればいいのか。それはね、ムコタトール類を作る際にその必要不可欠なものであって、微量元素でマンガンというものがあるんです。このマンガンがしっかり取れてれば、ムコタトール類はちゃんとこう作られやすいんですね。ですからマンガンを取ることで関節痛の予防、また治癒に役立つということになるんですよね。マンガン豊富な食物ってじゃあ何っていうと、じゃじゃん、こういうの、商品はね何でもいいんですけど、これ栗です。栗、代表的なところでは栗に、そうね、生姜とか、とわりそばなんかもそうね。でその他、雑穀類とかね、ナッツ類とか、結構種子類に多く含まれます。ですから、そういうものを取ってると、肘、膝、肩など関節痛の予防や、治療には役立つんだということになりますね。今いい季節でね、秋のいい季節ですから、美味しい栗をしっかり食べて、関節痛の予防、また治療に、役立ててください。今日は以上です。では。